はい、皆さんこんにちは、どうもヒロです。今回はデミオに14インチのホイールを履かせて峠ドライブしていきたいと思います。はい、ということでこちら NB ロードスター純正の14インチをデミオにちょっと履かせてみました。僕がもう1台所有している NA ロードスター用に、ドリケツとしてね、ヤフオクで安く買ったんですけども、ちょっとデミオにも履かせれるのかななんていうちょっと軽い気持ちでちょっと履かせてみたら意外とすんなりはまっちゃって、一応前後ともワイトでかましてるんですけども、いい感じになんかついたかなっていう気がしてます。タイヤのサイズがどうしても NA、NB ロードスターってこの車と比べるとかなり小さいので、まあそこでねちょっとこの隙間だったりっていうのは気にはなるんですけど、まあでも意外とデザイン含め悪くないなっていうちょっと僕の中で思ってます。で、今までねこのデミオには15インチメインで、まあ16インチもねちょっとスタンス風ないじりをしてた時に履いてはいたんですけども、14インチって履いたことないんですよ。そうなので、でタイヤサイズもねこれ185/60/14で、まあ本当に NB ロードスター、 NA ロードスターの純正サイズなんですけども、まあ14インチでこのタイヤの扁平率で峠ドライブしたらどうなのかなっていうのがちょっと気になったので、今回はねこの状態で峠ドライブを撮っていきたいと思います。よし、では行きたいと思います。デミオで峠走るの久しぶりなんですよね、実はで、今回は椿ラインを走るんですけども、椿ライン自体も実はですね2022年入ってから来るの2回目で、今年初走り以来の椿ラインなので、ちょっとね峠の感覚を忘れてしまってるんですけど、まあ軽く走って14インチがねどんな感じかっていうのを楽しんでいこうと思います。行きます。で、14インチ、まあタイヤのね外径も小さいんであれなんですけど、最初思ったのは立ち上がり加速がちょっと軽快になったかなっていうのはちょろっと思いました。まあ外径が小さくなればね、そのギア比が多少変わってきて変化っていうのはあると思うんですけど、なんかちょっと軽快になったかなっていう印象はあります。まあただその分ね扁平率がどうしてもこうホイールのインチが小さくなった分タイヤが分厚くなっちゃってるので、そのコーナリング中の姿勢というかね、やっぱタイヤがたわみやすくなってると実際どうなのかなっていうのは、まあ、ちょっと気になるところかなと思います。おお、曲がんねえなんかすごいタイヤがウニョンってなってズルズルズルっていってる感じがする。だからハンドルのなんだろう、切る角度が増えちゃうイメージかな、なんかそんな感じがしたな今。ちょっとスピードが乗るきつめのコーナーとかはもしかしたら余計にねタイヤのたわみって気になりそうだな。グッて切った時に多分こうグニャンってまあそんなに大げさに車に伝わることはないと思うんですけど、まあ乗り比べちゃったりすると、あ、意外と違うなっていうのはあるかもしれないです。まあタイヤ自体のねグリップ力の問題もあると思うんで、一概にそのこのサイズだからダメとかそういうのはないと思うんですけど、どうしてもロードスターのサイズに合わせてあって、これをねこのデミオにつけた時にどうしてもねこう背は高いし車重もやっぱその分ちょっと重たいので、コーナリング中の姿勢ってどうしてもなんだろう、こうグッとタイヤに負担は行きやすいと思うんですよね。まあ好みがねいろいろあると思うんですけど、例えばホイールのサイズをすごい大きくしちゃうとかね、すればその分タイヤも薄くなるので、まあそのコーナリング中のタイヤのたわみっていうのは減ると思うし、タイヤ剛性がねシンプルに上がるとは思うので、まあ、その分ね乗り心地がどうこうとかも多少まあいい面もあればマイナスの面もあるっていうのがその難しいところかなとは思うんですけど、やっぱりね 185/60/14 のこのタイヤの厚みがあるとね
普段乗りはすごいね柔らかくていいんですよね。だからまあこの椿ライン来るまでの間、あの街中をまあ普通に走ってきたんですけど、なんかまあ15インチでね、特に僕の場合19550とか55とかで履いてたので、その時と比べると全然あの柔らかいなっていう印象はやっぱありますね。そんなにペース上げて走ってるわけじゃないんですけど、やっぱり多少なりともタイヤのたわみというかコーナー中のこうグググっていうのはやっぱ感じるかな。だからサーキットなんか行っちゃうとちょっとこの車にはやっぱ合わないんだろうなって思いますね。もうこの車でもサーキットね全然っていうか1回しか行ってないんであれですけど、また行きたいなと思ってるんですよね。これでもまあなかなかねこの車に14インチは履く人っていないと思うんですけど、まあ14インチ履くとどうなのかっていうね、いろいろまあやってみないと分かんないこともありますし、やってない人が多いからこそ、やってない人が多い、やってる人が少ないからこそ、まあ気になってる人がねもしいればその人に少しでもなんか伝わればなとは思いますけど、グッて切った時にワンテンポ遅れてくるっていうのがなんか言葉として上手なのかなと思うんですけど、こうグッてハンドル切った時に一回タイヤがねじれてから聞き出すみたいな、なんかそんなイメージなのかなっていう感じはします。あんまりねうまくまあちょっと言えないんであれなんですけど、なんとなくそんな感じをしますね。ロードスターがいる。やっぱね休日の箱根はねロードスター多いね。今日朝来た時はそんなにいなかったんですけど、やっぱ10時頃からぶわっと増えましたね。全部見たな。 NA、NB、NC、ND 全部来てましたね。ただ楽しいな普通に。ここだな。ああやっぱりすごい、特にフロントがぐわーって流されていっちゃうようなイメージがありますね。切っても曲がってくれないみたいな切っても曲がんないし、切んなくても曲がんないしどうしてもデミオねフロントが重たい車なので、特にそのフロントがこうぐわっと垂れたというかねじれた時、たわんだ時っていうのかに耐えれなくなってっちゃうなっていう感じありますね。デミオの純正のタイヤサイズってこの 1.3 リッターのこのグレードの場合だと、185-65-15 っていうサイズなんですね。なので結構ね大きいんですよ、コンパクトカーの割には。なのでその純正サイズに合わせてタイヤ選びしようとした時に、まあ例えば15インチだったら、ね、195にしても195-60-15とかってなっちゃうんですよね。なのでまあ外形サイズをぴったし全く同じに合わせなくてもいいにしても、それでもやっぱりこうこれの1個前の DE デミオとかだと NA、NB とね外形っていうかタイヤサイズ一緒になるので、だからまあ15インチでもね195-50で全然履けちゃったりするんですけど、この DJ になってからね一気にタイヤサイズ大きくなっちゃったので、195-50だとねちっちゃすぎちゃうし、でまあ55をね履いてたんですけど、55でもやっぱまあどっちかっていうとちっちゃいくなっちゃうので難しいんですよね。だから僕の場合やっぱ15インチが好きで15インチ履いてたんですけど、そうするとまあタイヤの扁平率とかの問題でやっぱね分厚くなってっちゃうので、まあ例えばそれでガチガチにサーキットとかで走るってなった時は、例えば剛性の高いタイヤを選ぶ必要がねやっぱ出てきちゃうので、
から東洋の RR を19555で履いてるんですけど、あのタイヤって結構たわみやすいというか柔らかいというか、でブロックも結構こまごましてるので、まあブロック自体パターン面的にもちょっとよれやすいタイヤかなって僕の中で思うんですよね。なので一回この車でサーキット走った時はその19555の RR だったんですけど、やっぱりまあきついコーナーとかね、どうしてもこうグーって流れちゃうようなイメージはあったので、もちろん走り方とかはあると思うんですけど、だからやっぱ扁平率がね薄ければ薄いほど走行面というか特にコーナー中の姿勢とかはやっぱいいんだろうなっていう感じはしますね。だから難しいんですよね。まあ特別この車でそんなねこうコンマ1秒を争うようなタイムアタックとかをするわけではないので、まあ別にね15インチで19555とかでいいにはいいんですけど、ただそれでも扁平率下げてというかインチ上げると多分より楽しくなるんだろうなっていうのはすごく思うので、見た目を取るか走りを取るかっていうのはね難しいところですね。まあただねデミオの場合って17インチってまあカスタムするにあたってすごい定番だと思うので、今時みんなコンパクトカーって17インチ履くじゃないですか。だからねまあ普通の人的には普通に17インチをパッと選ぶだと思うんですよね。17インチだと205、4517とかかなになると思うんですけど、だからまあ普通の人はね17インチでバーンとピッチアップして、まあ自然とねタイヤも薄くなるのでいいかなって思うんですけど、僕みたいにねちょっと変わった人間ちょっと変わってると15インチだとなるべくインチアップしたくないんだけど、タイヤの剛性とかもちょっと気にしたいみたいなってなってくるとまた難しいですよね。ソウルレッドのロードスター綺麗だな、超かっこいい。ただやっぱり一つ言えるのは加速の感じというか、まあ特にこの上りなんか走ってると思うのはちょっと警戒感はあるのかなっていうまあそこがギア比の変化だったりっていうのはあるかもしれないですけど、まあホイール自体のインチも小さければ小さいほど、まあ重量も多少は軽くなると思うので、まあ15インチのねその履いてるホイールにもよりますけど、だからバネ下重量の変化はすごい大きいみたいな話は聞いたことあるので、まあそういったところでもねその軽快さっていうのに多少つながるのかなとは思います。はい、ということで走り終わりました。14インチ、まあシンプルな感想としてはちょっとやっぱりこのタイヤの厚みというかねこの車に合ってない感はやっぱありました。まあタイヤサイズのね外径がそもそもちっちゃいので純正サイズとのね比較っていうのはちょっとできないんですけど、やっぱりねタイヤだホイールが小さくなってしまう分タイヤも分厚くしなきゃいけないので、タイヤのよれだったりまあ剛性ですねはどうしても減っていく一方なので、まあスピードが乗っている時のハンドル切った時のまあ最初の反応であったりこうググって荷重かかった時の粘り具合っていうのはどうしてもねちょっと弱い感じはしますね。まあこの車は特にフロントが重たい車なのでこう下りでねグっていった時に前が沈み込んでタイヤの剛性がなくてこうよれが起きちゃうと、まあそのままガーって流れていっちゃうようなそんなまあイメージがねやっぱあったので、サーキットなんか走ると余計にそのタイヤの剛性のなさっていうのが伝わってくるんじゃないかなって思いました。まあなのでねまあこの車に14インチを履く人ってまずいないとは思うんですけど、まあ履くなら街乗りメインとかまあスタッドレスとかじゃないかなと思います。なのでタイヤの扁平率が上がるので乗り心地はねやっぱ柔らかくなっていくんですよ。特に今これ18560で外径ちっちゃいんですけど、純正サイズに合わせようと思うと二回りぐらい大きくしなきゃいけないので、ちょっとあるかわかんないですけど、例えば18570014とか、まあ、19565014とかその辺のサイズまで持っていけば、まあ、この車としてね純正サイズとの、まあ、外径も合いますし、
でタイヤが分厚くなって柔らかくなって乗り心地にも、良くなる方向にはいくと思うので、まあメインで使うっていうのはまずないかもしれないですけど、まあ14インチをもしね選ぶ、まあ例えば前の車が14インチだったとかそういう場合があれば、まあタイヤをね選べばスタッドレス街乗りだけっていう仕様だったら全然悪くないとは思いました。なのでまあ結論としては使い方次第によっていろいろ感じ方は変わってくるんじゃないかというところでございます。まあこれはねあくまでロードスタイルで持ってるので、今後またデミオにこれを履くっていうことはまずないと思うんですけども、まあ試しにこうやって履いてみてね、実際に乗ってみた感想としてはそんな感じかなというふうになります。まあ参考になるかどうかはわからないですけども、まあ少しでもねこのデミオに14インチってどうなんだって気になっている方のね参考になればなと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ではバイバーイ。